で、その時ですね、私はまあ、言ってみれば誰の顔も知らないんですよ。誰の顔も知らないのに、女優は誰だかすぐわかるんです。まず最初にですね、50代前半の女性からですね、武田先生が前回のお話で、女優と普通の女の人の違いとは一体何でしょうかと、具体的にどういうことかわからなかったので、これ絶対聞きたいですというなるほ話ど。なんですが、なるほど。わかりました。私は実はそうですね、テレビに出始めたのが、まあ、時々出たっていうのは、45ぐらいですから、もうずいぶん前なんですけどね。大きな番組に、実際にスタジオに行って、みんなと一緒に女優とか、それからいろんな人と一緒に出るようになったのっていうのは、今から20年ぐらい前なんですよね。それで、まあ、二つ僕はびっくりしたことがあって、一個は、女優の人の顔もその頃ものすごく真面目な物理の学者で、何しろ皆さんがもう、大体日本の人は多くは知ってる、みのもんたちじゃないや。屋敷鷹人という名前すら知らなかったんですね。ですから、まあ、女優の顔なんていうのは、まあ、まず知らない。それはまあ、八千草薫とか、有馬稲子なんつったら知ってるけど、最近の女優は全然知らないと。まあ、そんなんだったわけですよ。で、まあ、スタジオに、私はスタジオじゃなくて、テレビ局に行くと、大体10分から15分くらい前までは自分のタレント室にいるわけですね。で、メイクしてもらったりなんかいろいろしてるわけですよ。で、しばらくって、誰か呼びに来て、スタジオの横にあるタレントの集合室があって、そこでまあ大体大きな番組ですと、まあ、10人から15人ぐらいがそこに集まってるわけですね。それで、女子アナもいれば、普通の芸能人もいるし、女優もいると。で、その時ですね、私はまあ、言ってみれば誰の顔も知らないんですよ。誰の顔も知らないのに、女優は誰だかすぐわかるんです。もう部屋に入った途端にわかるんです。そのオーラというか雰囲気というか。顔は見なくても大丈夫なんです。光ってるんですよ。明るいんです。明るいっていうのは顔が明るいんじゃなくて、周りが明るいんですよ。その人の醸し出すエネルギーみたいな、そういうところですか。そう、まあね、電灯つけてるって感じなんですよ。体の中に。ええー、もうスポットライトバーって受けてるみたいな。だから、あれが女優だなってこう思うわけですよ。で、美人度はね、美人度はアナウンサーの方が、女子アナの方が平均的には美人なんです。それで、しかも衣装も、僕の感じっていうのはどういう感じかって、そのものすごい現代的な衣装は、それほど私自身がいいと思わないでしょ？そうすると、女子アナなんかは、ね、上品でちゃんとした格好してるから、いいと思うわけですよ。その意味では、美人だとか服装がいいっていう点では最もいいのが女子アナなんですよ。それから次にタレント、例えばほら、僕がよく出る島崎和歌子さんとか、そういったタレントがいますよね。まあ、彼女はたまたま歌手だけど、まあ、歌手でもないし、普通のタレントってのいますよね。まあ、その方々が我々といいんだけど、その女優っていうのは飛び抜けて美人の黒木メイサとか、そういうのがいますけどね。だけども一般的にはそれほどスタイルも良くないし美人じゃないんですよ。で、全く普通の女性ぐらいの容貌の人とか、それから体つきっていう人がいるわけですよ。それでも絶対に100%分かったんですよ。それで、その光なんですけどね、もちろんその時の光っていうのは、なんていうんですかね。もちろんオーラでもないんですよ。そのなんか背景が明るいんじゃなくて、その人自身が明るいんですよ。いや、明るくない。僕は物理学者だから、光の量とか、そういうこととから言ったら明るくないです。ただ僕がパッと見たときに、非常に皆さんに言いたいのは、例えば、12人ぐらい座ってる。そこのとこ僕は入っていく。まあ大学の先生だし、みんなが、こんにちはとか挨拶する。その時に、パッとわかるんです。それでね、それで僕は思い出したのは、桜田淳子って、まあ、若い人知らないと思うけどね。三人娘で、
最初の頃出てきたのがいるんですよ、山口桃子とか朝倉桃子とか、はい、あの時の第1回あれオーディションなんですよ、確か。それで300人並んでたそうなんですよ、はい、審査員が7人、うん、で審査員から300人並んだ女の子たちを見て桜田淳子だけが見えたってみんなが言うんですよ。それも共通して見えたというふうに言ってたんですよ。7人が7人とも、はあ、この話は僕は30年か40年か前に聞いてて、はい、ああのことだなと思ったんですよ。それでその時に桜田淳子が一人だけみんなの目に見えたと、あの子ね、あんまりそんなこと言っちゃいけないけども、それほど美人じゃないんですよ。うん、だけどなんか人を引きつけるところがあるんですね。でそういう人が女優なんだなと思ったわけですよ。それはどういうことかって言ったら、誰でも女の人は女優になれるんですよ。うん、でその後ね、僕はさんまさんの本場かなんかで、タレント女優の人とか男優の人とかいっぱい見たんですけど、はい、女優はそういうふうに光ってるんです。男優は光ってないんです。それで男優はどんなに素晴らしい男優でも光ってないんですよ。で例えば若い40ぐらいの男優でも背が高いスラッとしてる容貌はいいっていうのでも光ってないんです。ところがね、男優のいいところはね、これはまた特別なんですよ。男優の良さっていうのはね、喋り始めるとものすごい魅力的なんです。魅力がバーッと出てくるんですよ。で僕はテレビ局から最初今日こういう質問でディスカッションしました、人生相談しますとか議論しますとかそういうのをもらうでしょ、はい、その時はいつもくだらない質問だなと思うんですよ。なるほど、ね、なんだ今日こんな人生相談に乗らなきゃいけないのかなと思うわけ。ところがね、口を開き始めたらね、すっごい魅力的な、奥も深いんです。それって何でしょうね、その男優女優で、まあ、女優は光ってる、まあ、男優はその喋ったら何か素晴らしいとかそういうものがあるんですけど、ね、まあ、僕の結論はもう状態は今きちっとデータから説明するって言うんで、データを十分に説明したんで、はい、皆さんも聞いてる皆さん、じゃあ結論は何かと聞きたくなっちゃうと思うんですけど、はい、最後の結論ははっきりしてて、これは人間的魅力なんです、両方とも。あ、そうですか。両方とも人間的魅力なんだけど奥深いんですよ。要するにね、人間の魅力が奥深いんです。なるほど。表面的じゃないんですよね。でそれはね、学力でもないんですよ。それはね、高校卒業して女優とかそれからまあなったとか、それからまあほとんど高校卒業しても勉強してないような人っているんですよ。だけどね、人間としての魅力があるんですね。あえてものすごく断定的に言えばね、人に対する愛情とか他人に対する愛情とか世の中に対する見方とか、そういうのがね、やっぱり素晴らしいんですよ。そうですか。ところが女優の場合は、それは例えば女性だから遠慮して言うっていうのもあるし、女性はちょっと感覚的な表現が多いので、その喋り始めて魅力が出てこない、出てこないっていうか、普通なんですけども、もう存在するときにその魅力が出てるわけ。男優の方は見かけは全く出ないんだけど、話し始めると出てくるんですよ。なるほど。で僕はその後、テレビ局の、プロデューサーなんかにもよく言ってるんですけども、どんな変な質問が来てもあんまり気にしてないんですよと。だって、男優の話を聞いて、男優とか女優の話を聞いて、それを書く人は、普通の人が書くんですよ。ディレクターっていうのは普通書くんですよ。はい、その人はまあ、どっか変な大学出てほとんど勉強しないでテレビ局入って生活が乱れてるって人書くから、書いた文章は全くな、まあ、なんかつまんない、なんでこんなつまんないこと悩んでんのかなとか問題なのかなと思うもんなんですよ。ところが、その会ってみると、そのだから若い男優とか女優、若い限らないんだけど、男優とか女優と中間に立つ人を置くと、印象がかすれてしまって、僕は全然感激しない。魅力的で。でもちろん、ちょっとベテランの仲間さんとか、なんかそういうベテランの女優っているじゃないですか。ちょっと今名前が出ないんだけど、いっぱいいるじゃないですか。はい、ああいう女優はもう素晴らしいですね。っていうのはさ、やっぱり長い間女優で、
有名な女優のポジションをずっと取ってるとしたらどういう人かっていうと、本当にね、本当に素晴らしいです。魅力的だってことですね。ということはどういうことかっていうと、女性でピカッと光って僕が部屋に入ってきたなり分かる。加藤綾子さんよりか光ってるわけだから。はい。大阪の番組ですと。大阪の番組だと大阪のアナウンサー、女子アナよりか光ってると。ということはどういうことかっていうと、相当レベルが、人間のレベルが高いんですね。なるほど。うん。そういうもとから、やはりその、まあ、女優は光って見えたりとかね、男優はその中身、その喋ったものの中身が素晴らしく出てくるということですね。はい。で、あの、坂井秀樹さんとか、それから、まあ、男優で言えば坂井秀樹さんとかね。はい。とか、まあ、女優もそうなんですけど、ちょっと今女優の、そういう個別のが出てこないんだけど、男優で高橋秀樹さんとか、宇津井健さんとかね。あんま皆さん知らないかもしれないけど、もう長年やってて、60とか70ぐらいの男優で、もうね、本当に素晴らしいんですよ。なるほど。もうね、一言で言えば、皆さん参考になる一言で言えば、思いやりが、人間に対する思いやりが深いんです。うん、そっか、じゃあまあそれをね、皆さんもこうね、人に対する思いやり、そこが魅力をこう作って、輝いて見えたりとかですね、なってきますので、ぜひそこら辺をね、捉えていただいていただければと思います。僕はこう思うんですよ。はい。あの、女の人で、あの、誰でも光ることができると思うんです。はい。そのための第一歩は、やっぱり他人に対する理解なんですよ。なるほど。女の人の場合、特に相手に対するいたわりの心とか、相手に対する愛情とか、そういうのがあるってことが女優の基礎なんですね。そうすると今度はどうなるかっていうと、その人が少しずつ光り出すんですよ。うん、そう光り出すとどういうことになるかっていうと、みんなが見るんですよ。その人を当然、僕だってパッと見えるわけだから。はい、そう見ると見られることによってもう一個魅力的になるんですよ。うん、それの相乗効果で、だん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 魅力的になってるって感じですね。はい、まあ、じゃあぜひね、このね、武田先生の意見聞いてですね、あなたのどういうところをね、魅力磨きたいのかですね、コメント欄にコメントしていただけると嬉しいです。